どうもこんにちは、ダイアリーメンバーのしずです。入山です。今回は大手企業に内定したしずさんの、夏休みの朝から晩まで就活している1日を再現してもらう動画になっております。ということでよろしくお願いします。でしずさんは夏休みめっちゃ就活したおかげで年内にメガベンチの内定をもらって、で結局行きたい大手企業の内定ももらいみたいな感じで、夏休み就活の女王ということで、はい、女王なので、はい、で参考になること間違いなしだと思うので、ぜひ皆さん最後まで見て参考にしてください。はい。で、ちなみに夏休みどんぐらい就活してました？3年生になったタイミングぐらいで就活を始めたんですけど、全然ガクチカもなくて、全然もう全くうまくいかないってなってめちゃくちゃ焦ってたので、夏休みはもうほぼ毎日就活をしておりました。朝から晩まで。大学生の青春じゃなくて、もう就活に全てを捧げてたと。全てを就活に捧げておりました。はい、でも確かに夏休み就活の女王ですね。そうでございます。はい、ありがとうございます。ということで、そんなしずさんの1日を今から見ていきたいと思います。レッツゴー。これは朝一ですね。はい、朝一は何してたんですか？これは朝は自己分析をやってて、で私は結構ノートに自分の頭の中にある言葉を全て書き出すっていうことをやっておりました。PC 派とかでなかったんですか？パソコンも使うけど、字で手で書いた方が頭からスッと出てくる感じがしたので、私はノート派ですね。これをやった理由とかあります？他の方法じゃなくて。結局自分の頭の中にある言語を全て見える化すれば、もう他のこと書かなくてもそっからつなげられるから、全部とりあえず頭の中で考えてることとか全てをノートに書くっていう、はい、ようにしておりました。でもとにかく言語化したくてめっちゃ紙に書いてたって感じなんです、ね。そう、ノート3冊ぐらい書いてた。ノート3冊かつで、お昼ぐらいからは長期インターンにしてたんですね。そうですね、長期インターン、はい、営業の長期インターンやってました。この夏休みの時期にインターンも就活もしてたらやばいことになりません？結構忙しかったんだけど、そのガクチカがないことによって、自信がないことによって、面接もイエスもうまくいかないっていう悪循環があったから、結構時間は就活に割きたいと思いつつ、長期インターンでガクチカを手に入れるっていうところにも結構注力しておりました。なるほど。じゃあもうガクチカを作ることで自信も生まれて、なんかいい感じの循環を作ってた。そうそれが一番良かった。今ガクチカないとか焦ってる人も今から始めても全然間に合うって感じなんですかね？全然間に合う。何ヶ月やってました？8ヶ月ぐらい。8ヶ月ぐらいか。じゃあ今から始めて、8ヶ月経たなくてもガクチカは作れるぐらい。全然作れるし、3ヶ月ぐらい営業とか長期インターンすれば、ある程度話せるようになるから、今すぐ始めれば余裕で間に合います。3ヶ月でガクチカ作れるのはめっちゃ熱いですね。いや、もう余裕よ。3ヶ月もあれば余裕ですよ。はい、ということで今焦ってる人も今から始めれば間に合うと思うので頑張ってくださいませ。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。で、ここからは面接ですね。はい。しずさん、面接の時意識してたなんかしず流の極意とかあります？小手先のテクニックで申し訳ないんですけれども、画面を明るくすることと、背景を綺麗にすることと、顔色がよく見えるように濃い化粧をするっていうことですね。オンラインとかはもう本当に濃く、とにかく。いや、もうマジで大事。確かに。その濃いめのメイクすることによって自信も生まれてとか。あ、そう。血色がいい人の方がさ、なんか仕事できそうに見えるから、元気そうに見えてっていうのは小手先。はい、じゃあまず見栄えをちゃんと整えて自信をつけようと。ちなみになんか他小手先じゃない極意あります？今から質問が飛んでくる時あるじゃないですか。そんなの考えとらんみたいな。そういう時はちょっと一旦考えますっていう意味。ああ、でもそういうこと言っちゃって大丈夫なんですか？全然大丈夫。ちょっと一回緊張してるんで考えさせてくださいみたいな感じで愛嬌を振りまいて、で愛嬌を振りまいてる間に全力で頭の中で考えて、すいませんお待たせしましたって言って喋り出せる。いや、愛嬌すごいですね今の。それでどうにかする。はい、今度はめちゃくちゃダラダラしてますね。これはダラダラしてるように見えて、結構ちゃんと就活してるんですよ、こう見えて。何してるんですかこの時は？ツイッター見てるんですけど。いや、めちゃくちゃサボってるじゃないですか。私ツイッター見るの大好きなんですけど、結構これ意外と就活に役立ったなって思ったのが、はい、いろんな物事に対して自分の意見を持つっていうことをやっていて、じゃあ何事にもちゃんと自分の意見を主張できるように考え続ける。ずーっと考え続ける。もう1ツイート見たらこれに対して私はこう思うな、1ツイート見たらこう思うなっていうのをずっとやり続ければ、面接の時に何言われても意外とね、なんかスラスラ喋れるようになるんで、でそこで他の人の意見とかも吸収して、そうグルディスとかでもちゃんとできるようになりますよ、ね、なるなんかいろんな人の意見を聞いて、この人の意見は自分とは違うなとか、この人の意見は賛同できるなっていう、自分の賛同できるものを自分の考えとして蓄えていくみたいな。じゃあ追廃も意外に就活に役立つんですか？そうです、追廃は役に立ちます。はい、じゃあもう何事に対しても意見とかを持てるように、でそれを言語化できるようにしようってことなんですね。そういうことです。で、もうこれもう1日の終わりですね。
これは指揮法読んだりとか SBA の勉強してた感じですか？そうね、本も読んだりとかして、やっぱネットだけだと情報を集めきれてるかどうか分かんないから、はい、そこは保管するっていう意味で本とかも使ってました。しずさんも本当に多分朝から晩まで就活したと思うんですけど、うん、なんでこんなに頑張ってたんですか？強くなりたくて、はい、でも真面目に話すと結婚したいしとかいろいろ考えてたら、はい、やっぱその27ぐらいまでにちょっと一旦結果出さないといけないじゃないですか、うん、20代で全部決まるみたいな言いますもんね。そう、そこで全集中で戦うための土俵を作るためには、はい、もう集中して就活するしかないと思って、うん、最初の土壌をちゃんと作るために、まあ、死ぬ気で就活したってことなんですね。そういうことです、はい、なんか就活生に言いたいこととか就活で物申したいことあります？別に行きたい会社行けなくても全然大丈夫だし、はい、やることに意味があると思うけど、はい、今の時期だったらやった方がうまくいくからいいんじゃないでしょうか。確かに。じゃあ、まあやろうとか迷ってる人はもうとりあえず中やれと、うん、ということでございますね。ということでございます、はい、夏休み結構ダラダラしてる方が多いと思うんですけれども、今始めない人は多分、ね、3月解禁になってもやらないというか、はい、うん、その時になったらもう間に合わないっていうことに、ね、気づいてしまうので、ちょっとでも頭やるなら、まあ、一歩ね踏み出してやってみていただけるのが、はい、あなたのためになるのではないかなというふうに私は思います。ありがとうございますね、さん、はいはい、とりあえず就活でもいいし長期インターンでもいいし、まあ、それ以外でも何でもいいけど、うん、何かしら全力でやってみることがやっぱ今一番大事なことってことですかね、うん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 、はい、ということで、まあ、今日は夏休みの過ごし方と、まあ、夏休みの一日をしずさんに再現していただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、で視聴者の皆さんも夏休み、まあ、ちょっとだらけちゃう時期だと思うんですけど、何かしら頑張っていただければと思います。頑張ってください。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございます。せーの、じゃあな。ここで新代理からお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがとう。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみて。